執筆中のペルツィヒ、ハンス・ペルツィヒは、ドイツの芸術家、建築家。ドイツ表現主義を代表する建築家の一人。規則的なパターンによる表層的な造形によって建築設計を行い、エルンストマイと並び、建築における新植物主義を代表する人物でもある。ベルリン出身。ブレスラウで美術教師を経験の後、ベルリン工科大学で教鞭を取った。 その傍ら1919 19年に劇場の魔術師と呼ばれたマックス・ラインハルトの依頼でベルリン大劇場の設計を行う。サーカス小屋の改装という安上がりなものではあったものの観客の眺望に最大限の配慮を図る劇場建築としては評価の高いものの一つに数えられる。その他にもポーゼンの給水塔、ルーバンの化学工場、ベルリンラジオ放送局ビルなどを手掛け、 1931年には IG ファルベン・ホンシャビルを設計した。また、ソビエト宮殿のプロジェクトにも自ら応募している。ナチス政権誕生により職を失い、アンカラへ渡る直前に死去した。ありがとうございます。